にちは、阿蘇中学校の国武です。僕は今 YMCA 黒川保育園さんにお邪魔しています。今から楓さんと陸さんの職場体験学習の様子を紹介していきます。こちらはタンポポ組を担当している山崎楓さんです。今からインタビューを行っていきたいと思います。1日半体験してみて楽しかったことは何ですか？子供たちとたくさん遊んだことです。どんなことをして遊びましたか？ジボールなどをして遊んでました。園児たちと過ごしてみてどうでしたか？とても楽しかったです。どのようなことが楽しかったですか？散歩に行ったり一緒に遊んだりするのが楽しかったです。一緒に過ごしてみて嬉しかったことなどはありませんか？子供たちにお兄ちゃんなどと言われたことが嬉しかったです。これからあと3日間ありますが、その中で何を頑張りたいなどはありますか？もっと子供たちと遊んで仲良くなりたいです。ありがとうございました。ひまわり組を担当している中村さんです。今からインタビューをしていきたいと思います。どうしてこの職場を選んだのですか？子供が好きだからです。子供のどういったところが好きですか？一緒に遊んだりするところが好きです。この職業体験を通して感じたことはどんなことですか？この経験が将来に役立っていると思います。将来はどのような仕事に就きたいと考えていますか？保育士になりたいです。頑張ってください。はい、ありがとうございました。今日の取材を通して感じたことは、みんな子供が好きなんだなと思いました。一人一人が園児たちと一生懸命向き合っていて、困ったことにも弱音一つ吐かず頑張っていたところに心を動かされました。僕も自分の職場体験先で、やれることをしっかり探して、弱音も吐かず頑張りたいです。